ようこそ皇子様のご友人、ファデュイでのご活躍をお祈りしておりますよ。私たちは凡人であり、氷の女工ではありません。凡人の考えは氷の下にある水、ずっと固く鋭いわけがありません。失礼しました。本題に戻らせていただきます。約束は果たしたと皇子様から伝言を預かっております。約束を果たした？あ、人を探してくるって話か？はい、状況を打破できる人を探すと皇子様は約束しました。ファリュイの執行官は約束を違えません。じゃあどこに行けば会えるんだ？皇子様は瑠璃邸にいます。おお、瑠璃邸か。聞いたことがあるぞ。リーエの料理にはリー祭とユエ祭の2つの祭典があって、数百年も対立してきてるんだ。で、リー祭の代表が瑠璃邸なんだ。オーナーはわざと飛雲の丘に店を構えて、ユエ祭を代表する新月剣と正面対決してるって話だぜ。そう言わずに、とにかく美味しいものがあるぞ。早く行こうぜ。いやあ、来たね。約束は果たしたよ。君たちを助けられる人、眼神の戦隊が七星によって隠されたという難題を解決してくれる人を見つけた。で、そいつはどこにいるんだ？瑠璃邸にいるのか？ああ、ついてきて。接待を、いや、この国でいう食事会というおもてなしを用意した。皇子様、ようこそいらっしゃいました。個室をご用意いたしました。勝利様がお待ちしております。紹介するよ。こちらは家業人で王城堂の角形勝利先生だ。うん、リーユエで王城堂のような仕事はどうしても家業人との商売を避けられないからね。俺たちファデュイはこういう影の下を歩くお友達と付き合うのが好きなんだよ。影の下を歩く。はじめまして。お前たちがモンドで活躍した噂を耳にしたことがある。家業人、影、人を王女。あ、まさか王女堂っていうのは。そうだ、お前の想像通りだ。ふい、王女堂とは葬儀業者で、人々を安心して極楽浄土へと送り出すためにある。あれまさか勝利先生が殺し屋かと思ったのかな。ファリュイのお友達の中には確かに殺し屋はたくさんいるけど、王城堂は違うよ。少なくとも表向きはね。一応家業人だからね、詳細は言えない。とにかく君たちに紹介した理由は、俺ならお前たちに岩王帝君の戦隊に合わせられる。なんだって？驚くことはないよ。天柱園行幸の企みのせいで眼神の戦隊は隠されてしまったけど、まあまずは勝利先生の話を聞こう。眼王帝君は仙人たちの祖だが、仙人の一人だ。リーユエ数千年の歴史を見ていくと、仙人が去っていく傾向は紛れもない事実としてある。
なぜなら時代が変わったからだ。絶運の間を訪れた時、そういう変化をお前たちも感じただろう。見ての通り、仙人の時代は遠ざかりつつあり、人の時代こそが徐々に現実となりつつあるんだ。昔、仙人が去ると盛大な儀式が執り行われていた。それがリーゆえの伝統だ。しかし今回の件については、七星までもがその伝統をないがしろにしている。見ていられない。そうだよ、真犯人もまだ捕まってない。神殺し事件、それについて王城堂は気になどしていない。王城堂が気にしているのは、仙人を迎える迎仙儀式が盛大に行われている反面、去った仙人を送る送仙儀式が放置されている。旅人よ、孔子殿からお前のことを聞いた。お前は風神の友人なのだろう。俺と共に願神を送る儀式の準備をしてくれないか。よく考えてみても他に方法はなさそうだぞ。そうだよ、これ以上考えても結果は同じだ。天智園行幸、彼女は帝君の戦隊を見ることを禁じた。無事七神を訪ねたいのなら、君にはこの方法しか残ってない。その通りだ。操船儀式に参加することだけが眼神の体に会うことのできる唯一の機会だろう。ああ、納得したのなら俺についてこい。詳細は歩きながら話そう。よし、これで俺の橋渡しとしての役目は終わった。どう？なかなかの結果だろう。さあ行くなら早くした方がいい。俺のことは気にしないで、ここで崇拝いただいて、ついでに箸の使い方でも練習してるから。旅人、神が去った城をその身で感じた後、リーユエという神のいる地を訪れ、お前はどう感じた？なるほど、お前はそういう種類の旅人か。それも悪くない。しかし神のいる地には3700年の歴史がある。お前はまだ全てを経験したわけではないかもしれない。操船儀式を準備する過程もお前の旅の一部となり、お前の見聞を広めることになるだろう。リーユエは七国で最も繁栄している国であり、神の鎮座や七星の統治がある。それゆえファデュイの外交手段の多くはリーユエでは通用しない。七星の一人である行幸は常にファデュイを警戒している。おそらくそれこそ孔子が王城堂の力を借りた理由かもしれないな。操船儀式は孔子にとって何のメリットがあるんだ？それは知らないし知りたくもない。俺にとってファデュイはあくまで資金援助をするだけの存在だ。俺の望みはリーユエの伝統が人々に忘れられないことにある。これは孔子が提供してくれた最初の資金だ。使い切ったら彼に報告してまた資金をもらうといい。さあ行こう。儀式の準備の第一歩は神に釣り合う最高品質のヨドマリ石を見つけ出すことだ。お客さん、海水港へようこそ。天然石で運試ししてみませんか？安くて面白い。その上人儲けできるかもしれませんよ。天然石？いらないよ、オイラたちは。ああ、なんて石だっけ？ヨドマリ石。品質は少なくとも
職掌級のものが必要だ。職掌級のヨドマリ石、観光客ではなかったのですね。失礼しました。すぐにお持ちいたします。こちらはいかがですか。海水港は老舗ですからね。この品質をご覧ください。まさに岩王帝君の贈り物ですぞ。安心してお選びください。このヨドマリ石、三つとも確かに綺麗だ。貴重なものに間違いないだろうな。でもどう選べばいいんだ。適当に選んで帰るか。俺が決めるのか。いいだろう。俺が決めてよいのなら答えは簡単だ。お、答えは全部もらうぞ。ありがとうございます。さすがお客様、お目が高い。待て待て店主、今のなし。もう少し話し合うから。おい、儀式に必要なのは一つだけだろ。全部買ったらモラを3倍無駄にするじゃないか。モラ、確かにその問題は考えてなかった。俺のミスだ。はあ、買い物するならモラのことを考えるよな。何事もモラを考えなければならないなら、何事もモラに縛られることになる。ん？モラは生まれながらに貨幣だが、貨幣は生まれながらにモラではない。これがお金持ちの世界か。経済学のことはわかるのに、お金を節約することはわからないんだな。動揺することはない。たとえモラに縛られても、制限された状況で問題を解決する方法はある。ヨドマリ石品質の鑑定は確かに厄介だ。鉱石の品質に関わらず、その状態や色つや内部の模様に大した差は生まれないからな。ヨドマリ石は器具によって成形された後に、その品質の良し悪しが分かってくる。後になって店主に文句をつけても、お客さんの使った器具が良くなかった、火のコントロールが悪かったなどの理由でごまかされるのがよくある手だ。危なかった。こういうのに騙されやすいんだよな。しかし正しい鑑定方法はちゃんとある。知識があれば目利きは可能だ。人の指を持って月を指し、持って惑い物に示すに、惑い物は指を見て月を見ず。どういう意味だ。指で月を指すと、賢い人は月を指していることを理解するが、そうでない人は指を見て月を見ないという意味だ。模様、外面、これらは指だ。ヨドマリ石は夜間の照明に使用される奇跡で、輝度の大事さこそが月となる。上質なヨドマリ石は炎元素と相性がいい。すなわち高温の環境下で強く光り、青い鉱石こそが品質の良いものだ。値千金に匹敵する玉石界隈の秘密をお前たちに教えたんだ。あとは実践してみろ。値千金、この先使う機会がなさそうなのが残念だ。店主、戻ってきたぞ。少し焼いてみたいから石を貸してくれ。焼く？いけませんよお客さん、焼かれたら売り物になりません。それなら、まあいいでしょう。お客さんの言う通りにします。こうしましょう。3つの石から少しサンプルを削ってお渡しします。今日あったのも何かの縁ですから、それくらいは負けておきますよ。安心してくれ、商売のルールは分かっている。いい鉱石だと分かったなら損させるようなことはしない。ではこちらがサンプルです。彫刻刀で削りました。番号もつけてあります。薄すぎだろ。紙より薄い、いや虫の羽より薄いぞ。
透明じゃないか。どうもどうも。この石たちはみんなお宝ですから、優しくしてあげませんと。万が一削りすぎたらこちらが大損してしまいますからね。でもこんなに薄いと火で焼いたらすぐ灰になっちゃわないか。商人から利益を奪うことは空腹の狼に食ったばかりの肉を吐き出せと言ってるのと同じことだ。仕方がない。しかし条件さえ整えばこの白片でも十分問題ないだろう。どんな条件だ。炎で温度を上げながら水元素の力で石を守る。そうすればサンプルが一瞬で灰になることはない。おや、お客さん、そういった知識もお持ちとは助かります。先入観を交えずに論じただけだ。それに必ず買うという約束もせず、こちらはサンプルを要求している。これは実に不公平だ。リーユへの契約は公平こそが基本だからな。じゃああとは実験できる場所を探さないと。万民堂か。そうだな、シャンリンがいないうちに。いや、あそこは人が多く、万が一元素反応が暴走したら民衆に害を及ぼしかねない。そういったリスクは極力負いたくないな。あ、思い出した、モントで見たんだ。ダダウパの谷の甲肉族のヒルチャールがすごく大きな鍋を持ってたぞ。丈夫そうだったから、あれなら元素反応に耐えられるはずだ。サンプルを持って早速行ってみようぜ。あの鍋だ。あ、でもヒルチャールたちが使ってるみたいだな。少し申し訳ないけど割り込ませてもらうしかないよな。安全フリーズ、へい。吸引テスト開始。無双の風、よし出発だ。風よ、私に答えるのだ。はあ、よっ。
お帰りなさい。品物は取り置きしてありますよ。どれにいたします？そうそう、オイラもこれだと思った。かしこまりました。お気に召されたようで何よりです。ああ、3番のヨドマリ石を一箱もらうぞ。かしこまりました。ところで、単なる好奇心ですが、お客さんはどうしてこれほど上質なヨドマリ石を必要とされているんですか？なあ、別に言っても支障はないから構わん。総選儀式の器具を作るためだ。総選？確かに噂は最近耳にしましたが、深く聞く勇気がなく信じておりませんでした。でも、それはつまり岩王帝君は本当に…信じられません。今の海水溝は昔と比べて少し衰えましたが、うちは代々岩王帝君の加護を受けてきたんです。言い伝えによると、200年前に岩王帝君が城南を巡った際、道に迷ったことがあったそうで、その時この海水溝のさじで料理を召し上がったとか。もう過去のことですが、はあ、岩王帝君を送る儀式に使うものでしたら、このヨドマリ石は半額で構いません。どう、いいのか？今まであんなにケチだったのに。岩王帝君の加護がなければ、今の貿易の都はありませんでした。商人としてそれで儲けを得ようだなんて思えません。くー、天主、その気持ちきっと岩王帝君にも伝わるぞ。リーユエ七世とたゆまぬ努力を続ける商人たちの協力あれば、きっとリーユエは今まで通り繁栄し続けることができるだろう。ありがとうございます。どうしたものか、こんなに泣いてたら金運が逃げてしまいますね。選び終わったことだし、ヨドマリ石を持って。おい待て、半額にはなったけどただじゃないんだぞ。ああ、すまない、また支払いのことを忘れていた。どれ、うん、ない。何が？モラがない。恥ずかしながらまた手落ちがあった。どうする、結構な額だぞ。あ、そうだ、講師から資金をもらってたよな。足りるか店主に確認してもらおうぜ。十分です。半額ならちょうどこれくらいになります。多少足りてませんが問題ありません。ああ、モラの件が解決したならそれでいい。ヨドマリ石を玉境台に持っていくぞ。あそこで儀式を行う予定だ。1モラも出してないくせによく言うよな。ああ、確かに必要だな。今後は俺も善処する。二人のおかげで助かった。
ヨドマリ石をここに置いてくれ。すでに宝石の加工を請け負う職人を呼んである。後で儀式に必要な器具を作ってくれるはずだ。そういえば急いでいたからまだ講師に会えてないな。職人への支払いは、そうするしかないな。ところでここが総選儀式の会場になるのか。ああ、この場所を貸してもらい儀式の準備を行っている。そうだ、同じ場所だ。これはリーウェ七世が黙認している。ここであんな大事件が起きたばかりなのに。あ、そういえばオイラたち容疑者だから戦艦軍には気をつけないと。でも絶雲の間から戻った後、戦艦軍に狙われることはなくなった気がする。一体どういうことなんだ。それとここに残っている岩王帝君の体、伝統的な呼び方を用いれば先祖の亡骸だ。そうだ、その名前だ。勝利は何でも知ってるんだな。それで先祖の亡骸は七星に隠されてるんだよな。まだ犯人は分かってないんだろう。七星は犯人の心当たりがすでにあるようだ。もしくは犯人への手がかりを全て揃えたか。そういうことは玉慶大の偉い奴らに任せておけ。彼らの心配をしてもただ悩みの種を増やすだけだぞ。儀式が行われるまで先祖の亡骸は一時的に黄金屋に保管されている。黄金屋って？リーウェ唯一の造幣局であり、テイワット唯一の造幣局でもある。七国で流通するモラは全てそこで作られているんだ。いや、別に悪いことなんてこれっぽっちも考えてないぞ。ただモラクスがいる場所にふさわしいなと思って。でもなんで勝利はそんなことを知ってるんだ。総選儀式は七星に黙認されている。いわば半ば公式の催しだ。だから俺も内部の事情に一部精通している。それぞれの目的があるのだろう。でもまあこの商業の都ではたまに人に利用されることも受け入れなければならない。契約の神が治めたリーウェでは契約だけが裏切らない。契約以外のことは俺は特に気にしていない。さあそろそろ儀式に必要な高校の用意に取り掛かろう。高校？どこで手に入るんだ？店で買えるのか？いや、神へ捧げる高校を作るには芸商花が必要だ。その品質も特別なものが必要になる。芸商という名の花はその花弁が上等な繊維素材ゆえ絹織物に多く使用されている。その香りは清らかで上品な美しさがあり、神への貢ぎ物など厳粛な場にふさわしい代物だ。また勝利が上流階級の豆知識タイムに入った。詳細は割愛させてもらおう。まずは俺と共に商人から材料を買いに行くぞ。